いやー、なんか秋に新しいボトムス欲しいな。まあ、どうせ大山俊の動画見たら黒パンがいいって言うんだろうな。もうちょっと違うバリエーションも増やしたいんだよな。そうだな、3本ぐらいあれば秋のボトムス回せるから、なんかいいものないかなと思って皆さん、こんにちは。黒パン大好き、大山俊です。冒頭にもお伝えした通りですね、僕は黒パンが大好きで、ついついこちらの動画の中でも押してしまいがちなんですが、秋に適したボトムス、黒パンだけではありません。他にもバリエーションあります。今回はですね、いつも僕の動画の中での定番であるブラックのパンツ、これもですね、すいません。最後の1本として取り入れたいとは思っているんですが、まあ、それ以外の2本を足しながら、合計3本のですね、秋のボトムス、皆さんにご紹介をしたいなと思っています。まあ、ボトムスって着こなしの中でもすごく重要度は高いとは思うんですが、僕の中ではそんなにバリエーションはたくさんいらないという印象なんですね。僕自身も結構ブラックのパンツを基調としながらも、それプラスですね、2、3本あれば十分すぎるぐらいですね、着こなしに回せてしまうんですね。というのも、ボトムスとトップス、アウターの組み合わせで見せ方は大きく変えられるので、まあ、3パターンあれば十分かなと思うので、今回は大人の秋の装いに適した3本のボトムスをですね、皆さんにご紹介したいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。やっぱり季節によってどのボトムスがしっくりくるかって微妙に変わってくるんですね。春夏だったらやっぱり清潔感だとか爽やかさみたいなものを出したいですし、秋冬であったらもうちょっとこう季節感漂うような温かみのある色だとか、少しやぼったい雰囲気の色だとか、こういったものもうまくミックスさせてあげると、より着こなし全体に秋風のテイストが漂うかなと思うので、よかったら最後まで楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、まあ、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからは具体的に秋に適した大人のボトムスをご紹介したいなと思ってるんですが、まず1本目、ブラックじゃないですよ、皆さん。今僕が履いているこちらのですね、オリーブのボトムスになります。これこそですね、まさに秋風に適した季節感漂うボトムスの色合いかなと思っています。今僕が履いているのは、先日ですね、ご紹介しました、ユニクロ U のワイドフィットパラシュートカーゴパンツですね。まあ、以前はですね、ブラックをご紹介したんですが、まあ、結構良かったので、続けてオリーブも購入しました。ブラックは季節感強く出るという色ではなくて、割と通年で使える色かなと思うんですが、まあオリーブというのは、よりこう秋冬感が強いような、少し味わいがあって、まあやぼったくも見える色でもあるんですが、まさしく秋の雰囲気にはぴったりの一枚なんじゃないのかなと思っています。で、このようなオリーブのパンツというのは、最近はですね、カーゴパンツだとか、ベイカーパンツと呼ばれるようなものが多くてですね、まあこちらはカーゴパンツディティールで、サイドにですね、大きめのポケットがついているようなカジュアルなボトムスになります。他にもですね、ベイカーパンツと呼ばれるような、こういったですね、サイドにはポケットがないんだけども、前から見た時に外付けの大きなポケットですね。まあこういった感じのポケットなんですけども、こういったディティールのですね、ボトムスもあったりします。まあお好みで選んでいただきたいなと思うんですが、まあ個人的には割とこうサイドに大きくポケットがあるとカジュアルに見えるので、割とこのベイカーパンツのディティールですね、これぐらいの方が好きだったりしますが、同じですね、オリーブ系でもちょっとグリーン味が強いのか、もしくはちょっとモカっぽく見えるようなオリーブかで、また印象も変わってくるかなと思います。僕はどちらも好きなのでよく履くんですけども、今回はこちらユニクロ U のですね、ワイドフィットパラシュートカーゴパンツを履いてみました。まあ履くだけで秋冬感が出てすごくいいんですが、まあやっぱりですね、やぼったく見えがちな色でもあるので、着こなしには注意が必要かなと思っています。で、僕もですね、最近このようなオリーブのパンツを履くときに色々と実験してみたんですが、もうある程度ですね、僕の中では鉄板が見えてきたんですけども、まずは足元ですね。こちらに合わせるスニーカーは白にしました。オリーブというやぼった色をうまく中和するには、白系の色合いで爽やかさを足すか、もしくはブラックだとかネイビー、ダークグレーでキュッと引き締めてあげるのか、まあこの2つの選択肢があるかなと思うんですが、足元はホワイトのジャーマントレーナーですね。まあ同じくこうミリタリーっぽさがあるような白レザースニーカーで雰囲気を合わせながらも、ちょっと綺麗めな雰囲気を足しました。で、上半身を見ていただきたいんですが、まあ内側はですね、ボーダーのカットソーを着て、その上にですね、ブラックのシャツですね。
これは今季のユニクロのですね、ブラッシュドツイルワイドシャツとかそんな名前だったと思うんですが、そちらを合わせてみました。まあ、ブラックの色合いで引き締めてあげれば、割とバランスよくですね、このオリーブ系のパンツと合わせることができるかなと思います。これで上をですね、ちょっとこうカジュアルな G ジャンとか合わせるのも結構かっこよかったりするんですが、かなりカジュアルに見えてしまうので、個人的にはブラック系のシャツとかで合わせてもらうのもいいと思いますし、今季はこのユニクロのブラッシュツイルのですね、シャツがなかなか良かったので、まあ、こんな感じで合わせてみたんですが、いかがでしょうか。ブラックのパンツだとちょっとマンネリ化しがちなので、こういった形でですね、少し癖のあるボトムスの色を入れてあげるのもなかなかいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもバリエーションの一つとして検討していただければなと思っています。続いて2点目のボトムスなんですが、僕が今履いているこちらですね。グレーのパンツになります。これまたですね、秋冬になると僕は履きたくなるカラーなんですが、万能で様々な着こなしに合いやすいですね、ブラックに次ぐ鉄板アイテムかなと思います。黒ほど重たくないので、上品な色合いではあるんですが、ブラックほどは重たくないので、割と使えるシーンが多いんですね。例えば今はですね、このようなデニム素材のシャツを着ていますが、まあこれに対してブラックのパンツももちろん合うんですけども、ちょっと色合い的に重たいなと感じることがあるんですね。まあそんな時にブラック同様の綺麗さはありつつも、だけども重たすぎないですね、グレー系のパンツというのが非常に相性がいいんですね。結構デニム系のアイテムとグレー系のパンツというのは、僕はですね、よく合わせるようなコーディネートになってまして、すごく相性がいいなと思っています。で、グレーのパンツもですね、一応春夏にもあるんですが、春夏バージョンと秋冬バージョンで少しですね、色の濃さが変わってくるんですね。今僕が履いてるのは今季のですね、グローバルワークのアーバンクリーンワイドというですね、ボトムスになります。名作アーバンスラックスをちょっとワイドに振ったようなボトムスになってまして、個人的にはこちらがですね、大ヒットでよく履いているんですね。アーバンスラックスの上品なですね、質感ですね。ウールライクに見える綺麗めな質感なんだけども、機能的で軽くて使いやすいというところで、ワイドなんだけどもそこまで大きすぎないというところがすごくバランスがいいなと思ってるのと、あとはですね、このグレーの色合いですね、ミディアムグレーよりもやや濃いぐらいのですね、色合いがすごく使いやすいなということで、こちらをですね、先日もご紹介させていただきました。まさに秋冬に適したボトムスだと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。で、足元スニーカーなんですが、すいません、先ほどと同じですね、ジャーマントレーナーの白を合わせています。いろんな靴がですね、僕の周りには実は散乱している状態なんですね。いろいろと合わせてみたんですが、グレー系のパンツにもやっぱり白系のレザースニーカーが最も相性がいいです。まあシンプルなオールスタークップとかでもいいかなと思いますが、僕はちょっと癖のあるジャーマントレーナーが好きなので、このまま履いてきました。まあぜひ皆さんもですね、こういったグレー系のパンツ、まあちょっとやぼったく見えるところもあるんですね。ブラックのパンツよりはややや暮ったく見えるので、ホワイト系のスニーカーで少し爽やかさを足してあげるのもいいんじゃないのかなと思います。で、上半身に関しては結構様々な色が合うんですけども、僕が今着てるようなこういったデニム系の素材ですね、シャツでもいいし、デニムジャケットでもいいし、冒頭に着ていたカバーオールみたいなものにも相性がいいです。他にはブラックだとかネイビーだとか、そういった色合いの濃いですね、アウターにこそこのグレーのパンツは相性がいいです。ブラックのアウターに対してブラックのパンツだと重たすぎるんですが、ボトムスがグレーになることでモノトーンでハマりもいいですし、重たくなりすぎないので、結構上半身の色が濃い色が多いなっていう方はグレーのパンツ1本持っておくと着こなしがだいぶ変わってくるかなと思うので、まあマストバイの1本なんじゃないのかなと思っています。ユニクロだったらスマートアンクルパンツのグレーだとか、タックワイドパンツのグレーでもいいと思います。アーバンリサーチでちょっと細身のものが良ければアーバンスラックスのグレーもいいかなと思うので、まあぜひ皆さんもですね、このグレーのボトムスめちゃくちゃあると便利なのでゲットしてみていただければなと思っています。続いてラスト3点目は、皆さんもお待ちかねのあのボトムスです。そうです、皆さんその通りです。はい、黒パン、もうこれがですね、間違いのないボトムスかなと思います。もう秋冬じゃないだろうと、一年中履いてるだろうと思ってる方、おっしゃる通りです。ブラックのパンツはですね、もう一年中使えるような万能アイテムで、僕のですねチャンネルの中でも公式ボトムスの一つかなというふうに思っています。ただですね、万能に思えるブラックでも、まあそこまで季節感が強く出ないので、オリーブのパンツを取り入れてみたいだとか、全身がブラックにならないようにグレーのパンツを取り入れてみたい
たいだとか、まあその時々に応じて使うのがいいなと思ってるんですが、個人的にはですね、ブラックのパンツを履く時には上半身ですね、このようなベージュだとかオリーブだとか、もしくはブルーだとか、ちょっと明るめのカラーだとか、少しコクのあるカラーですね。ネイビーとかブラックだとか、ダークグレーに合わせるよりは、そういったちょっとですね、色味をボトムスと変えるような形で上半身を選ぶことが多いんですね。なので僕のクローゼットを見てみるとですね、ブラックのパンツを目安にですね、いろんなアイテムを選んでるので、上半身意外とですね、ベージュとかブラウンとかブルーとか、意外とブラック系のものがないんですね。なのでオリーブのパンツを買った時にですね、ブラックだとかネイビー系のトップスが少ないなというところで、ちょっとですね組み合わせるのが難しかったんですが、やっぱりこういったベージュのシャツだとかブラウンのシャツだとか、そういったものには断然ブラックのパンツでギュッと引き締めるスタイルが相性がいいなと思います。で、僕が今履いているのはユニクロの最近大定番となっているタックワイドパンツですね。まあ、このボトムスはですね、ワイド感があるんだけども、そこまで大きすぎないので、意外とですね、いろんな男性にも履きやすいかなと思います。40代以上の男性だとちょっと太さ気になるかなという場合はですね、スマートアンクルパンツですとか、そのあたりを履いていただくとまず間違いがないかなと思うんですが、まあ、トライをしてみる価値があるかなと思います。まあ、タックワイドパンツの良いところは裾幅の一定の広さだと思っているんですね。ここが広いことで、先ほどまでご紹介していたジャーマントレーナーとか、割とこう甲が高くないスニーカーだけではなくて、今履いてるようなニューバランスのようなスニーカーですね。このあたりってぽってりとしていて、甲が割と高いんですよね。なので裾がキュッと狭まっているようなボトムスだと結構収まりが良くないんですが、このタックワイドパンツは結構裾幅があるので、しっかりとボトムスとはまってくれるというところですね。ここがありがたい点かなと思っています。まあ、靴はですね、こういったグレー系のニューバランスでも合うし、ホワイト系のレザースニーカーでも合うし、まあ割といろんなものが合いやすいなと思うんですが、唯一ブラック系のスニーカーとかローファーを合わせてしまうと、ちょっとビジネスっぽい感じになりがちなので、少し靴とボトムスの色は変えてあげた方が個人的にはハマりがいいかなと思っています。このようなブラックは万能ではありますが、上半身にちょっとこう違った色を持ってくるときにこそさらに活躍してくれるというところも、頭の片隅に置いていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回はですね、大人の秋のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。まあ、禁断の黒パンをですね、最初は封印をしてですね、オリーブのボトムス行って、グレーのボトムス行って、そして最後はもう我慢しきれずにブラックのパンツということでですね、ご紹介させていただきました。まあ、この3つのバリエーションさえあれば、もう秋だとか冬は十分に回すことができるかなと思います。あとはそれに加えて、僕はですね、結構ホワイトのパンツを春夏から継続で履いてしまうんですね。というのも、結構秋冬の着こなしって重たいものが多かったりするんですね。ダークグレーのコートだとか、ブラックのダウンだとか、まあそういったものを着た時にボトムスをホワイトにしてあげると結構爽やかに見えたりだとか、まあ意外性みたいなものも出せるので、これに僕はホワイトのパンツを加えることが多かったりするんですが、まあぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら、まずはですね、グレーのパンツですね、このあたりは入りやすいと思います。ブラックのパンツ持って次の一本何かな、グレー系のパンツでブラックのアウターと合わせてみるというのはモノトーンでハマりがいいかなと思うのでおすすめできます。またちょっと癖を取り入れたいなとか、クロート感出したいな、中級者っぽい着こなしをしたいなという時にはオリーブのパンツですね、このようなものを取り入れるとだいぶ雰囲気が変わるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんのですね、しっくりくるところを探りながら楽しんでいただければなと思っています。また皆さんの方でも、このボトムスも3本なんか加えた方がいいよというものありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないですね、セレクトショップのオリジナルだとか、ドメスティックブランドだとか、〇〇専門ブランドだとか、このようなものに関する情報に関しては、僕がもう一つ運営しています、こちらメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。普段の動画と全く違った雰囲気なんですね。
かなり緩くですね、ざっくりとやっていまして、週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブをやっています。皆さんからいただいたご質問にその場でお答えするような形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方もいらっしゃると思うんですね。僕もですね、動画は撮るばっかりであんまり見たりしないんですね。そういう方のためにですね、オンラインサロンをやっています。まあ、こちらの方では文章と写真ベースで今日のおすすめのアイテムとか、あとはおすすめのコーディネートみたいなところで具体的なノウハウをですね、毎日更新して皆さんにお届けをしています。僕もですね、毎日コツコツと記事書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の人もですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも記事書くことができるんですね。こんなもの買いましたとか、こういった場合どうすればいいですかっていう質問なんかも投稿できるようになっているので、まあ、こちらも気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。